始まりました。じゃあどうぞ。こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あ、結構触りますね、これ。はい、深夜の学科チーム打ち合わせでございます。ミーティング始めます。ウビアニキャットが揃ったら打ち合わせが始まります。先生どうぞ。3人はちょっとあれです。先生こちらですか。あ、向こうに行きます。はい、じゃあちょっと私の方に行きます、ね。はい、どうぞ。あの話してください。どうぞ。もう入ってるんですよ。入ってます。どうぞ。はい、ちょっと1分ぐらいちょっと準備します。質問が来ないです。質問ありますか。質問ですか。あ、はい、じゃあちょっと我々朝学科ね、今日朝早いです朝7時着、はい、今深夜で、深夜で、はい、予備校生以上に呼び込みます。はい、はい、今日じゃあ朝7時からですか。朝7時からコーヒー飲んで、はい、ここコスタブラックで今日は、今日はですね、やっぱり何より1月3日ですけど、早速電気点検をもらいました。はい、電気技術者の方いらっしゃってですね、電気点検が来ました。なんとかなりそうなんですよ。ですね、ブラックアウトなんですよ、ですから電気が。6階もダメなんですか。やっぱり皆さんオイルヒーターは電気を食うということでした。あと電気ストーブ、この電気ストーブが食うんですよ。あ、電気ストーブ、今日ですね、電気技術者の方とお話したんです。このタイプの電気ストーブはやっぱりアンペアを食うということで、はい、ずっと使ってると飛びました、ブレーカーも。やっぱりこれで強力なんで。ということで、